お、なんか出てきました。見てみましょう。There are all kinds of entertainment in the world. But there is this unique theme park in Japan. ここだよ、これ。確かに自販機の数すごいな。There is a little theme park which is secretly booming. Theme park with around 80 vending machines. ハンバーガー。おー、普通の天ぷらそばです。自動販売機の中で何が起こってんだろう。 His name is Ken. He works as a script writer in Tokyo. なんだよここ。見てくださいよこれ。かなり不思議な世界ですよこれ。 Through his day in the life, we will take you through Japanese lifestyles and culture. Hope you enjoy. Shinjuku.Huge terminal station in Tokyo. We are heading to a place on our train ride from here today. We are in Sagamihara City in Kanagawa Prefecture. 相模原に来ております。この辺に密かなブームになっている自販機パークがあるとのことなんですが、多分この辺だと思うんですが、ここだよこれ。絶対そうだ。確かに自販機の数すごいな。 There are so many vending machines lining up. There are around 80 of them. A back alley has all the machines too. Let's ask Ken to take us around. はあ、ここね。当たりくじ付きの自動販売機ですね。あったかい食べ物の自販機もあります。たこ焼き、唐揚げ、ポテト。これはかき氷の自販機です。そばの自動販売機です。お茶漬けとか。そしてこちらはカレーですね。あまり見たことないタイプのシステムの自動販売機です。多分欲しい商品にレバー合わせてお金を入れて、そうすると出てきた小さな瓶のジュース。懐かしい。おみくじもあった。お金を入れると占いが書いてある小さな紙が出てきます。読み終えた占いをみんななんか柱に縛って帰ってる。これとかは 4,50 年前の自販機じゃないかな。これ時代感じるな。ちょっとやっぱなんかこう古めの自動販売機が多いですね。 YesThese are from 1960s to 70s before all the convenience stores were made. The owner of this place loves collecting these old vending machines. These are so special for the retro lovers and all the people who knows all the good old days when these vending machines were all around. Let's try out some of these. But... これ全部ほとんど100円玉じゃないと買えないんで、両替しないとだな。You will need coins in order to play in this theme park. The exchange machine is in this place. うわ、めちゃめちゃ懐かしいゲームが。ガンダムです。腕相撲のゲームだこれ。何十年前のゲームでしょうかこれは。The place has all kinds of retro machines. We are all set with all the coins.Let's start the vending machine food tour. さあ、何を食べましょう。そばにしようと思います。お金を入れます。300円。安いね。うどんもありますが、そばにします。できたんかな。
どんな感じで出来上がってるんでしょうか。さて出して、熱っ。おお、普通の天ぷらそばです。 Came out with chopsticks. How does vending machine made soba taste? 天ぷらそばですね。天ぷらが結構自動販売機で保存しておくのってめちゃめちゃ大変なんじゃないかなと思う。ちょっとまずそばからいきましょう。ん？え、めっちゃコシある。うん。え、めちゃめちゃうまい。醤油味のお出汁のスープですね。エビが。うん。自動販売機の中で何が起こってんだろう。天ぷらってサクサクなのが美味しいっていうのが普通みたいに思われてるけど、つゆが染みてべちょべちょになったのも美味しいんですよ。うん、美味しい。Ken is not full yet, so let's go try another one. 続いてはトーストサンドに挑戦してみたいと思います。手作りって書いてありますが、どういうことなんでしょうか。300円、これも安いですね。コンビーフサンドにしましょう。わかりますかね、トースト中というランプが点滅しております。お、なんか出てきました。見てみましょう。熱っ。 A toast in a foil came out, which is too hot to hold. How does that taste? さあ、トーストサンドです。普通の銀紙に巻かれただけの熱々の物体です。中身はなんかこんな感じですよ。お、出てきたよ。コンビーフサンドなんですけど、2枚の薄いパンの間に多分コンビーフが敷き詰められていると。で、ブラックペーパーがかけられていると。美味しそうか美味しそうじゃないかはもうお任せします、皆さんの。じゃあちょっといただきましょうね。これ結構舐めてた。めちゃめちゃうまい。胡椒効いててめちゃめちゃうまい。これいい、これいい。へえ。ただ家でも作れるけど、めちゃめちゃうまい。うん。なんでこんなとこにこんな施設があるんだろう。The owner's main business is a car repair. These vending machines were set as a part of service for the customers who wait for their tires to be exchanged. Let's continue our tour. これでも観光客ももちろん地元の人がなんかランチしに来てる感じもしますね。 Seeing the locals coming in for their lunch, I'm sure they taste great. And in the back of this alley, there is another alley withAll the vending machines. ちょっと怪しげな雰囲気。これはインスタントカメラの自販機ですね。懐かしい。そしてこちらは日本酒の自販機ですね。リンゴ飴も売ってます。リンゴ飴っていうのはリンゴを飴でコーティングした食べ物です。コーラの古い自動販売機、なんか昔の映画に出てきそう。こちらは傘の自動販売機です。通路を出るとこんなエリアがありました。はい、こんな感じ。日本の古いタバコ屋さんを再現した一角があります。結構有名なお店の中華料理の自動販売機のようです。本格的なラーメンとか
餃子、そしてチャーシュー、全部レンジでチンするだけ。へえ。The last dish of the tour will be。さあ続いてはこちら。ハンバーガーの自販機です。エビカツバーガーにしました。加熱中のランプが光っております。お、出来上がったみたいです。かわいい箱が出てきました。こちらでございます。ハンバーガー。チーズバーガー買おうと思ったんですけど、チーズバーガーとハンバーガーの機械が壊れてて、エビカツバーガーにしました。280円です。でもだいぶ熱々ですよ。中にはバーガーが入ってます。熱い。こんな感じです。わかりますか。もう本当にシンプルにマヨネーズをつけたエビのカツが入ってるだけ。他の具材は入っておりません。じゃあ早速食べてみたいと思います。結構うまそう。うん、あ、うまいかも。これうまいかもしれない。エビがプリプリな感じで、うん、これ一番うまいかもしれない。うん。We will finish here for today. If you want to experience the good old Japan, come here to experience for more. なんだよここは。Don't forget to prepare the coins. We will see you again in the next video.